はい、こんにちは、ビッグボーイです。今日は初見でちょっとウルフェンシュタインザニューオーダーというゲームをプレイしたいと思います。このゲームはプレイステーション4とあと3だとか、あと Xbox One だとかで発売されてるんですけど、ちょっと偶然 Steam のセールで安かったので、パソコン版を買いました。ちょっと舞台がだけな、ドイツやらナチスやら、ちょっといろいろ前作のストーリーとかも関係あるのかもしれないけど、前作のやつとかやったことないので、完全に初見プレイとなりますが、まあこれを了承ください。で、モードが5つあるんだね。何これ、右の顔面白いんだけど。何これ、ベリージめっちゃバブーなんだけど。すげえ、ベリーハードこれ、すごいな。血が顔についてるけど、どうしようかな。難易度は、ノーマルで。お？バーベキューの匂い。子供の声。犬もいる。他にも誰か。誰かが見える。これは、現実じゃない。俺は軍用機に乗っている。兵士たちと共に、夜を越えて。お、動かせる。お、あ、ちょっと待って。ムービーの画面で字幕は流してもらえないのかな？あ、流せるかな？ OK。戻る。お、あ、画質は最高で設定しています。燃料屋止めろ。OK。あれか。あ、これなんか取れる。ナチス新型兵器製造に着手。ロンドン。1946年。相当昔だな、これ。多分、年代は相当昔に設定されたゲームなのかな。これを開けて。これ取って。取って。して。はい、はい、はい。これどうやってしゃがむんだい？どこだ？レフトコン、どこでしょうか？ここか。オッケー。直す。あっつ、あっつ、あっつ。オッケー。あ、今の主人公の声か。おう、ロックされてる。積み荷を全部捨てろ。ジャーナル。おう、なるほど。これでいろいろ、まあノート、パークコレクションとか、まあいろいろ見れる。ジャーナルで目標に関する重要な情報を確認できると。チュートリアル見れますと。 OK。 J で開く。で、荷物を捨てろ。俺たちは戦争に敗れつつある。デスヘッド、なんかめっちゃ悪そうな顔してるけど。とりあえず積み荷を捨てよう。ナイフ。OK。切る。こいつも。これも。こっちも。こいつも。あ、これも？じゃあの。上昇し始めたか。荷物もったいねえ。なんか、さっきみたいに、書類が落ちてるなら、なんか、フィールドもちょっとずつ散策して進んでいった方がいいかも。かな？じゃあ戻るか。うお！
びっくりした。おお、めっちゃ飛んでる。シフトでダッシュできる。なんだい。おお、オッケー、やっと FPS だ。撃てってか、撃ちます。オッケー、ほら撃て撃てて。これこれ味方、あれ敵か、敵。ん？あれ？なんだあれ？味方か？オッケー。あ、おお、こいつも。髪が短く切られる。おお、来た来た。お、めっちゃ来る。どーら。こいつも。あれ味方。真正面？どこ？真正面どこ？どこ？あれか？あれか？おい、こっち。痛い。何？胸骨圧迫されてんの？あれあれしすぎるけど。ぶったたかれてる。死に損ないって。たくないやつだな、まったく。待て、マルちゃんは落とせよ。応急セットだ、使え。おお、センキュー。あ、体力は自動回復みたいな感じないのかな。コンドルない、こちらマルちゃんは寄せすぎで離れろ。無理だ、マルちゃんは機体の揺れが激しく変態から離脱したい。お、なんだこれ。レーダー、これか。どういたしまして。なんかをアンロックした気がするけど、これはどんどんパワーアップさせていくみたいな感じなんだろうね、きっと。 OK。お、大丈夫か、味方の飛行機。あらら、あ、輸送機か。大丈夫か、墜落するぞ。え、そんなうまくいく？はい。はい？ここ？え、もしかして？もしかして？マジか。え、アグレッシブすぎだろ。ちょ、おい、やばい。お、また死の淵まで来てるぞ。あ、ジャンプ？オッケー。うん。どうだ。ちょ、オッケー。はい。ちょっと危ねえ。死ぬ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 。でもなんて日だ。これからどうなるんです。あ、なんか目が怖い。成果しかいつも通り。ほらさ。お前さっき胸骨圧迫されてたような顔じゃないけど。もうたくさん兵士がいるね。喋れる。あ、ライ、
そっか、回復できるアイテムもちょくちょく落ちてるのかも。なんだ？あ、オーバーレンジ。あ、100を超えると、ちょっとずつ減りながらも。あ、なんだ、ちょっと固まった。上限を切って、切れるってことが体力の。うわ。エンジンがひでえ。どいつだ、こいつか。しっかりしろ。ちょっと、やりすぎで。大丈夫な顔してないけど。おい。おい。大丈夫か。あれ、デスヘッドってさっきジャーナルに乗ってたやつだっけ？あいつが多分黒幕みたいな敵の。え、何？着水？おい！死んでるやん。1946年7月16日、夜明け。全てが最悪だ。いや、最悪どころじゃないでしょ。兵器は猛スピードで進化し、我々は追いつけずにいる。作戦は失敗、差は圧倒的だ。理由は誰にもわからない。皆絶望しかかっている。だがまだだ。俺はあいつらを倒しに来た。俺が状況を変える。え、おお、ぶん投げられた。うわ、なんでこれ。全然1940とか50年代の世界じゃないでしょ。うわ、グロい。ここにいます。フォーレス、状況は。ブラスコビッチ、着水できたか。まずい状況。着水できてないだろこれ。閉じ込められちまった。おまけに鉄製の化け物が狙ってやがる。クソ。こっちもな。機体の中で身動き。うわ、もしかしてあそこか。ワイヤットライトだ。ブラスコ見えるか。もうかっこよくはない。見えた。どうすればいい。ここからじゃ何もでき、完全に閉じ込められちまった。だがお前がコックピットの砲塔で。画面の上下に黒線があるのが映画っぽいな。普通の小型銃じゃダメだ。泳いでいけるぞ。水中を行けば見つからないはず。俺金槌だよ。あっさりといくか。とこれ切れる。ライフ。おお、どいどい、おい、どい。何？走りながら？ちょっとキーの設定しよう。ここかカットで。オッケー、キーの設定終わりました。ほっ。よし。体力。前作のストーリー、そのデスヘッドってやつとなんかあるのかな。と、え、なんだ、これも泳げるんだな。あっちか。ガラ出ます。水上に。うわ、ちょっと危ねえ。ちょ、超撃ってる。やべ。どこに行けばいいんだっけ。とりあえず泳ごう。あそこか。うっ。なんで。なに。潜れ。なんだこれ。押せないの。登れ。で、これ撃てってか。オッケー。ほら。壊れた。こいつも。もういいね。オッケー。降りる。
ちょっとナイフなのは心配だけど。おお、はい、なんだそのドヤ顔は。よし、聞いてくれ。あの陣地はまるで奇獣の巣だ。このまま進んだら殲滅だな。レダ、お前が先に塹壕に入って地球を全部取っ払い、全速力で駆け抜け、ど真ん中を突き切れ。命知らずすぎるだろ。ここから援護さ、分かった。あお、援護ってお前が行けばいいじゃない。無線でこっちの位置を伝える。よし、援護射撃の用意。よし、さあここから FPS、 FPS 銃撃戦か。突っ切るぞ、突っ切れ。適当に突っ切ってきちゃったけど、と今の防御、お、これ敵か。ん、あれ死んでねえ。ちょっと待って、結構敵が硬い感じか。これして、ちょっと詰まってるけど、ん、あれちょっと詰まってるけど、これ、あ、こっちか。これなんだ、これハンドグレネード、ハンドグレ多分 G で投げるでしょ。 OK。 おや、これ、これか、これか。 OK、あ、お、降りちゃった。レフト、アルトと S で、覗き込む。レフト、アルト。OK。なるほどね。操作が、キーボード結構複雑かもしれないな。いろいろ落ちてる。アーモーと体力と、して、どうするんだ。ちょっとよくわかんないところに来ちゃってるけど、これ開くのか。開かない、ちょっとぐだってるぞ。あ、なるほどね。 OK。 ほらほらほら、弾を補給させて。あっちか、あいつも。新しい武器があるな。こっちなんかあるか。なんもない。アサルトライフル。オッケー。これ弾が全然ないけど、こっち拾えるか。拾えないか。これ戦士の死体から拾える感じとかないか。お、両手持ち？アサルトライフル？マジで？かっけえ。ロード。ちょっと弾拾おう。すげえな、ブラスコビッチ。じゃあ、どんどん行ってみる。お、拾って。こっちなんだ。ちょっとどこに行けばいいのかよくわかん。どう？ん？まだいる？ん？まだいるか。どうだ？オッケー。え、すごく兵器とかはなんかちょっと現代離れしてるけど、ちょっと武器とかが昔っぽいな。そしてこっち行けばいいのか。どこだ？と、ヘビアもヘビアもライフ。とりあえずどんどん進もう。なんだお前。びっくりした。あま。お前もか。一瞬コールオブデューティーゴーストのストーリーを思い出した。
ケー。ヘビーはもっとハンドグレネードと、いろいろあるな。サブマシンガン使っていこう。リロード。このバリバリなってんのはなんだい、これかい。超いる。そうじゃない、解放だ。命を元に戻す行為だ。主人公の声がなんか無駄にイケボなんだけど。さてどこ行けばいいんだろう。ちょっと方向音痴だからどこをどう歩いてるのかよく分かんなくなるんだけど。ん、これはナイフを持って、ハロー。よし、お前も、あ、ちょっとちょっと全然ステルスじゃない。アイテム振る、オッケー。ん、と、アイテムとかもどんどん拾っていこう。アーマー、お、すっげえ。司令官を倒す、ハンドガンでいこう。はっ、あれか、司令官。ほら、リロード。司令官に逃げちゃう。おお、危ねえ。俺もグレネード。オッケー。やばい、超逃げてってる、もしかして。やばいやばい。ちょっと武器、サブマシ。やべやべ。やべえな、ちょっと普通のアサルトライフルにしよう。あ、OK か。拾って、弾帳を拾って、デュアル武器もかっこいいけど、かっこいいけど、やっぱこっち、やっぱ一つの方が使いやすいかもしんない。なんか落ちてねえか、これ。弾マックス。こっちなんだ、なんかあるだろう。ちょっと追いかけないといけないけど。何もないか。じゃあ行くか。ん？アーマー。司令官！体力。オッケー。拾って。ん？なんだこれ？取れるのかこれ？ほ、かっけえ。ミニガンかこれ。あ、でも走れない。よし。しゃがめるわ。と、グレネードが落ちてる。と、これはどこだ？どこに行けばいいんだ？どこに行けばいいんだろう。こうしろってこと？違うよね。左上のアイコンは何だろう。なんか他に道があったかな？ん？あ、あれか？こっちか。オープン。ん？
爆破。おう。で、これちょっともう一回拾い。もう一回拾って。お邪魔します。了解。お。ジャーナルをゲットした今。あ、ていうかいろいろ条件を達成してアンロックするって感じかな、これは。なるほど。あんまりそんな条件とか見てらんないんだけど。さて、じゃあとりあえず今回はこの辺にしよっかな。セーブってされてるのかな、これ。セーブちょっとどこでやるんだろう。次のチェックポイントに行ったらやめよう。アイテム振る。信号検出。ほら。あれか。あ、低い。OK、パーカーアンロック。いない、OK。よし。どうだ？やっりーの。そろそろ別、あ、これ別、あ、切り替えできるか、武器。あ、捨てるの？こちら開かない。あ、まあ、来て。しゃがんで。うわ、なんだここ。死体、留置所みたいなとこだけど。焼いてんのか、ここで。うわ。ハンドグレネード。お？金のメダル？ここで金のメダル手に入れてもあんま嬉しくないな。全部で5個ある。こっち行こう。オープン。お？あ、開いただけか。どこ行けばいいんだろう。ん？アイテム。なんかある。バンカーの地図。お、マップが見れるようになった。え、方向音痴には嬉しい。広いな。じゃあ、とりあえず、今回はここまでにしますか。うん、ちょっとセーブが多分自動的にされてるのかな。よくわかんないんだけど。まあ、きっとされてるね。はい、じゃあとりあえず、今回ここまでで、次回、ちょっといろいろまだ、広いので、探索していきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。